チェ・ヒロシのコーナー。2020年は放送作家として勝負の年にしたいチェ・ヒロシの考えた企画をやっていきます。映画カイジの新作もうすぐ公開ですね。綱渡り春日、カイジの鉄骨綱渡りよろしく。スタジオの端から端まで長細く畳んだ新聞紙を床に置き、全裸の春日さんがその上に乗ります。若林さんがキンキンに冷えてやがるペットボトルを春日さんのチンポにグリグリしていきますが、鉄骨から落ちることなく渡り切れたら優勝です。失敗したらドロップキックです。なるほど。釈由美子さん、年末年始も忙しかったらしい記念。カス由美子、春日さんが全裸になり、ドラマスカイハイの時の釈由美子さんよろしく。人差し指を立てて前に突き出し、お行きなさいのポーズを取ります。カス由美子の立てた人差し指の先っちょにペットボトルのキャップをちょこんと乗せます。若林さんがキンキンに冷やした長い定規でカス由美子の体をペチペチしてきますが、20秒間キャップを落とさなければ優勝です。失敗したら定規でケツをペチンです。どっちします？いや、どっちも別に差はないよ。じゃあカス由美子だな。うん、何でもいいよ。20秒でやりますから。あ、モチベーション低いんだったらやめるぞお前。いや、やりたいとはないだろ。マンネリ化しちゃってんじゃないかお前。そのなんか、いや、ずっとこうだよ。このコーナーに関してはずっとこのテンションだよ私は。生返事はこれキンキンに冷やしてんの？こっちだけじゃん。こっち？あ、大丈夫この温度で。え、なんだっけ、脱いで全裸になり、冷たいかこれ。冷たくないのか、まあ、ちょっとそうですね。おい、ちゃんとしてくれよ。そこは元気に冷やせよ、書いてあんだから。この全然冷たくない、企画書に。冷凍庫に入んなかったわ。いや、じゃあダメだねえだよ。そんなに、じゃあしょうがねえだったらならねえだろ。じゃあ、だから50センチぐらいあるから、あれ入らなかったんだ。入らなかった。冷蔵庫に入れて、うん、じゃあこれでちょっと冷やしておくわ、しばらく。だからペットボトル。ペットボトルでね。これはあの、開示用の。開示の時のペットボトル。そうだね、そこに置いといてくれよ。で、定規である必要はあんのかな。ペットボトルでペチペチでも定規の方がいいか。ちょ、いいかなって思って。うん。そうだな。理由はないんだろ、あの、文言として。定規の方がいい理由は。特にないですね。じゃあいいだろ、そのペットボトルの方で。キンキンに冷えたペットボトルの方がいいじゃん。こういうのは理屈ばっか求めすぎるんだよな、最近の企画はな、バラエティのなんか、成立してるとかさ。こんなの衝動でやりゃいいんだよな。なぜ定規かなんか聞かれたら。面白そうなんでって言って、会議から帰っちゃっていいんだと思う。絶対ダメだ。で、その感じの定規も冷えてねえし。こだわってる定規ちゃんと冷やすときはバカタレが。定規は全然冷えてない感じが。そこまで定規にこだわってたら冷やしとけよ。何も入れなかったから、冷凍庫に。だったらもっと短い定規用意するとかあるだろう。おい、カス由美子。お前喋ってないで下付けよ。なんだその言い方。お行きなさい。ずーっと言うんだよ、お行きなさいって何度も。ポーズは、20秒間でしょ？ 20 秒間ずっと言ってるってこと？うん。お行きなさいのポーズでね、これでいいってこと？そう、そこにペットボトルを被せんだよね。キャップをね。キャップはどれなの？あれ、キャップ。キャップないよ。あれ、さっきあったんですよ。じゃあ、あの、カスがの、まあ、お前が持ってんじゃないか。なんでさっきあったとか。おい、一応これ放送でやってんだぞ。物質でやってんじゃねえんだぞ、バカタレが。大して変わんねえだろ。確かにな。指で、で、お行きなさいって言ってから20秒ね。で、このキャップを落とさなきゃいいわけね。そうそうそう。はいはいはい。うん。行きましょうか。行きますよ。はい。よーい、スタート。お行きなさい。うん。お行きなさい。お前のパプリカは。私のパプリカが。お行きなさい。あ、私の。お行きなさい。あ、やめて。あ、やめて。パプリカ。パプリカ。おー、よし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 。クリアー。いや、クリアクリアだけど。ということで、うん、今回はクリアです。熱っ。
熱い。いや、クリアなんだから。冷やした蒸気なのに熱いわ。伝わんないわよ、冷たいわよ。冷たいだろ、お前。クリアしてるだろ、お前。